まかに5年間ぐらい、撮影はこの中で使ってるのは5年間ぐらい撮影してるんですけど、僕も妻も日本大学の芸術学の映画学科だったの で、はいはい、でその映画学科で僕は監督コースで妻の方が撮影コース で、はい、でこう、まあ、普段からまあ練習がてらというか、はい、結構もう日常で家族に向けてカメラを回していて、はい、でその中でもやっぱりすごいおじいちゃんおばあちゃん子なので、まあ、やっぱり好きな対象をこう練習で撮ると思うんですけど、それで撮ってたのが最初の頃の映画の冒頭のやつは、なので、まあ、ビデオの練習がてらっていう感じで撮ってた映像ですね。はい、はい、多分こう僕がこう作品にしてほしいって言って素材をこうバッと一気に渡されたんですけど、その時はもう本当に全部撮り終わった後なんですけど、多分彼女の中でこれを作品にしようって思ったやっぱきっかけは、おばあちゃんが認知症になっちゃったっていうあのきっかけで、多分こう素材見ててもすごい熱が入るのが、あの認知症になっちゃってからのがすごい映像がちょっと変わったと思うんですけど、認知症になってからの映像が、なんでこうあそこら辺が多分彼女の中でこれは作品にしないとなっていうか、もうすぐお別れの時が来ちゃうから残しとかないといけないなっていう熱が入り始めたのが認知症のタイミングなので、多分彼女の中ではそのタイミングで作品しようっていう風に。そうですね、もう本当に、ずっと自主映画を作ってきたので、今回も最初から劇場公開が決まってたわけじゃもちろんなくて、なので普段からこう撮影をした素材を編集して作品にするっていうものを繰り返していて、今回もその感じでやってたので、もう本当にこんなところで妻のおじいちゃんおばあちゃんが流れるっていうのは全くやっぱり想像はしてなくて、なので普段の流れで撮影して編集する、撮影して編集するっていう流れで編集をしていって、で、まあ、作品を作っている気持ちではあったんですけど、やっぱり自分の妻のおじいちゃんおばあちゃんの映像を編集しているので、これが果たしてこう第三者に伝わるのかとか、なんか感覚として結婚式ビデオってよくあるじゃないですか、ああいうのを作ってる感覚に近いところがあったから、これはこう第三者に見せていいものなのかダメなものなのか、これ作品なのかってすごいこうどっちつかずというか、すごい不思議な気持ちでずっと編集をしていて、なのでそうですね、本当に今ちょっとびっくりっていうのが近いですね、こう劇場で公開されるっていう風になってるのが、はい、なのでこう人に伝わらないのがやっぱ僕一番嫌なので、こうせっかく作った作品が何にも知らない第三者が見ても伝わってほしいので、なんでこのすごい身内の映像をどう第三者に伝えるかってことをずっと考えながら編集していて、でもすごい近い人なので、こう僕が頑張って第三者に伝えようとしても果たして伝わるのか伝わらないのかっていうのはずっと不安だったんですけど、でもまあせっかく出来上がったものはやっぱり映画祭に出したいと思って、こう高円寺のあのザ・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルっていうのに一番初めに出したんですけど、そしてその時にこう流れたら意外にこう笑ってくれたりとか、こう涙流してくださったりとか、反応がすごい感じれたので伝わるんだなと思って、そこがきっかけでじゃあちょっと頑張って劇場公開したいなっていう、そこで思ったっていう風ですね。本当にずっとその流れでやってきたからっていうのがまあ第一の理由としてあって、あの劇映画の時もまあ彼女がカメラ回して僕が編集するっていうので、こうずっとまあ10本ぐらい作ってるんですけど、その流れがあるからっていうのと、あとは多分あの彼女にとっては、例えばあのおじいちゃんが亡くなっちゃった場面とかあんまり見たくないんですよね、なんか感覚として。なのでこう編集できないというか、第三者に伝えたいっていう気持ちは彼女の中にもやっぱあって、なんで私がやると多分こう冷静に編集できなくて伝わんないんじゃないかっていう不安から多分僕にこう渡してきたっていうのが多分理由ですね。
編集僕がやってるって言っても常にここにいるいますよね。本当に喧嘩はたくさん。喧嘩ですか。はやっぱり。なんか意向としてはこんな感じしてほしいとかなんかそういうのは伝わっあったんですかね。そうですね、意向というか最初にその素材と一緒に、なんか紙を一枚渡されて、はい、そこにこういう風にしてほしいっていうのはこう最初に伝えられて、それを元にやっていったっていうのと、先ほども言ったんですけど、いつもここにいるのでなので本当にこういろんなところでやっぱり僕はこうしたいけど彼女はこうしたいっていうところでまあぶつかって、まあここはもう喧嘩しながらですもんね。一枚の紙に書いてあった意向でなんかこれだけはみたいなものってなんかルールみたいなのもあったんですかね。一番僕がその紙の中で今覚えてるのはなんか私は今回新しい発見をしましたっていうことが書いてあるところがあって、はい、なんか例えば最初の冒頭の映像とかってその映像とかで見たらただのなんてことないホームビデオだけど、そのおじいちゃんが亡くなっちゃったっていう後から見ると時間が流れるとすごい貴重な映像になるんだっていう発見をしたっていう文章が書いてあって、なんであそこら辺の気持ちを先にしてほしいんだなっていうふうにして感じて、だからこの今の瞬間とかももう5秒後には絶対さっきの瞬間に戻れないっていう、その感じを過去の映像の思い出のところすごいいい思い出だけども絶対に戻れないっていう、その感じを多分作